かげ型う四番艦の親潮だよ。クロちゃんとはずっと一緒なんだ。というわけで、クロちゃんは絶対ちゃんと説明してくれるから、私たちのことはクロちゃんに聞いてね。あ、それより私の演目を見ない姉はくイチ妹は人形使い。渡る世間は驚くことばかり。かげ型う四番艦の親潮。 人形クロちゃんともども、一芝居ご覧に入れてみせましょうぞ。ってことで、よろしくね、指揮官。指揮官、元気づけに私の人形劇をご覧になってはいかがかなでどうかなどうかな指揮官、私のこの院の結び方って、すごく忍者っぽくない <laughs> 実はこれ、クロちゃんが教えてくれたんだ。指揮官、暇なら私の演目でも見ないクロちゃんは大切な仲間。名前の元ネタはもちろん、うちの気真面目なお姉さんだよ。糸は人形につけるものだよ。なぜ魚雷に <laughs> これはいわゆる、 仕事柄ってやつ指揮官、そういえばさ、海の親潮って結構栄養あるよね。って、私のことじゃないってばあ、鳥屋指揮官、ごめん。職業柄から反射的に反撃しちゃった。<laughs> 指揮官、新しい任務を遂行しに行こうよ 私もちょっと新しいネタが欲しくてさ。指揮官、任務報酬が届いたよ。新しい演目が作れちゃうものがありそうだから、ちょっと拝見っと。指揮官、どの魚雷に手紙が入ってるか当ててみて。外れたら、うーん、まあまあ、爆発までにはならないから。クロちゃん、指揮官にマッサージしてあげて。 うん。肩回りで何回跳ねればうまくいくかな。指揮官、委託が完了したよ。おー新しい演目ネタを思いついた寄ってらっしゃい、見てらっしゃい指揮官、艦隊と共に外戦これにておしまい うわ、指揮官みんなを連れて早く逃げようお楽しみはこれからってことで指揮官がどうなろうと、クロちゃんは絶対やめないよね。だが私は絶対見過ごさないわ。クロちゃんのために、指揮官、お覚悟指揮官も私の人形劇を見てみない ささ何とぞご遠慮なく観客がいっぱいいた方が楽しいからね姉さんはくのいちとしても真面目すぎるから、私が人形使いになって、いつか姉さんを笑わせればいいなって思ってたけど、まだちょっと難しいね。<laughs> 指揮官はいい人だね。 私の考えを認めてくれるだけでなく、みんなと一緒に協力してくれるなんて。私、いつか絶対クロちゃんを笑わせてあげるんだから、その時は絶対に立ち会ってね指揮官、私ね、クロちゃんのように感情を捨てて何も考えなくてもいいかなって、一度思ったことあるけど、でも私にはできないの。だって私、 クロちゃんが好きで、指揮官も好きで、人形劇が好きな親潮だもん。そして指揮官は、親潮と昼も夜も幸せに過ごすのであった。めでたしめでたしー。<laughs> 毎日喜劇を見ると飽きちゃうけど、指揮官との日々なら、毎日喜劇であってほしいな。